こは、北海道大学総合博物館の2階の展示室、農学部のコーナーです。農学部のコーナーにも昆虫の展示があります。で、この、ケースの下3つが昆虫の多様性という展示です。このすごい標本の本の中にも、昆虫の多様性ということで、真ん中の箱の図を出させていただきました。ご存知の通り、昆虫は非常に多様な生物群です。ここに展示しているのも、形の面白いものから、色のきれいなもの、そういったさまざまな昆虫の多様性を示しました。今現在ですね、生物で名前のついているのは175万と言われています。そのうち昆虫が95万ですので、半分以上が昆虫ということになります。実際にこの展示室で見てもらうと、非常に形が様々だということを実感できると思います。この様々な形をした昆虫なんですけども、じゃあどうして昆虫だというふうにまとめられるかというと、もう皆さんご存知だと思いますけれども、頭、胸、腹という3つの構造からできていて、その胸の部分には3対の足があって、後ろの2つ、中棘と後棘というところには羽を持っている、有歯昆虫では羽を持っているというのが昆虫の特徴になります。で、実はこの標本をじっくり見ていただくと、ちょっと今の定義に合わないようなものが入っています。一つは幼虫のようなもので羽がなくて、三葉虫のような形をしたもので、実はこれは昆虫の幼虫なんですね。で、さらにじっくり見ていただくと、実は昆虫ではないものも紛れ込ましています。で、それがカニとサソリとヤスデなんですね。で、このカニとサソリとヤスデというのは、実は昆虫に近い仲間なんですけども、先ほどの定義から言うと昆虫ではありません。で、1つ目の、サソリは胸殻類といって、ダニクモサソリの仲間ですね。それから、ヤスデの仲間は多足類、ムカデヤスデ、エダヒゲムシみたいなものですね。それから、最後のカニは甲殻類になります。このように同じ節足動物、節に足がついた生き物ということで、同じグループなんですけども、昆虫ではない、昆虫以外の節足動物というのも紛れ込ましています。ですので、特にその説明はありませんので、この標本をじっくり見たときに、あれ、カニも昆虫だっけというふうに思われるときに、そこのところを注意して見ていただくと違いますよということが分かるような展示になっています。先ほどの胸殻類、多足類、それから甲殻類ですけども、かつてはこの多足類に昆虫が一番近いと言われていました。しかし DNA 分子のですね、情報などを集めた結果的に今は甲殻類に一番近いと言われています。甲殻類は水の中、海のところでとても繁栄してますけども、昆虫は海にはほとんど入れなかった生き物です。ですので、甲殻類から進化した昆虫というのは、陸上でとても繁栄した甲殻類の子孫というふうに言えると思います。そういう意味でも、展示としても楽しめる昆虫の多様性を見ていただける展示です。